そんな慌ててどうしたの？いや、なんとなく。ねえ、死ね。いきなりひどいな。いやけど、やりたいことっていうか、行きたいとこがあるんだよね。行きたいとこ？ふふふ、それはね。早く行って。あ、はい。洞窟行こう。ええー、めんどくさいなー。は？ええ？毎回毎回鉄があんまりないっていうのにもかかわらず、どこかの野郎がいつもいつも無駄遣いしてるから、鉄がなくなっちゃうんだけど、心当たりない。よし、アベル、洞窟にでも行きましょうか。ははは、そうこなく、しゃ。よしよし、いい感じの洞窟見つけたぜ。もう暗くなってきたし、鉄回収してさっさと帰りましょ。そうだねー。わわわ、何かあったの？廃校だよ廃校。廃校に、廃校、なんつって、は？いや、なんでもないです。ほら、さっさと鉄回収するわよ。20個ぐらいあれば足りるかな。わあ。何してんのよ。いや、わかんないでしょ。はあ、最悪だ。太陽が眩しい。ってあれ、なんで家でリスポーンしてないんへ？えへへ。なるほどなるほど。一回目を閉じて開けてみると。わあ、何も変わってない。いや、どこだよここ。アテネ、アテネは？もううるさいわね。ちょっとは静かにしてへ。えへへ。まあまあ、一回目を閉じて開けてみると。どこだよここ。僕と同じことするのやめてもらえるかな？いやいや、アベル、ここどこ？俺もわかんないんだよ。はあ、またなの？またとか言うなよ。こういう運命なんだよ。そんな運命嫌なんですけど。とりあえず、何か持ってないか確認しようか。は？へ？へ？なんか見慣れないメニュー画面ね。どうしたらいいのこれ？押してみるか。はあ？うおお、なかなか洒落てるわねこれ。やばいやばいやばいよこれ。超絶かっこいいんですけど。当てねこれ。どうしたの？ロマンだね。そんな泣くほどのことかな？あれれー？おかしいぞー。今度は何よ？ログアウト。できません。へ？ログアウトできないってどういうことよー。落ち着いた？落ち着けねーよ。ですよねー。とりあえず、人がいないか見てみよう。それもそうね。なになになに？怖しいわお。よかった、人はいるみたいね。すみません。おお、こんなところに人が来るなんて珍しい。ちょっと聞きたいことがあるんですけど。なんだなんだ、俺の名前か？いや、そうじゃなく。俺の名前は、スッティー。それでここってどこなんですか？え、スッティーって名前なの？いや、スティーブね。で、どこなんですか？どこと言われても、何の変哲もない、小さな町さ。なるほどねー。で、俺の名前はな、横の家にも行ってみようか。それもそうね。あ、こっちにも人がいるみたいだよ。すみません。殺す。え、今なんて？よそ者は殺す。明らかにヤバいんだけどこいつ。それで、落ち着いてくれましたか？はは、さっきは急にすまなかったね。いや、ほんとだよ。ここら辺に人が来るなんて珍しかったから、つい驚いちゃって。こっちが驚いたよ。はっはっは。それで、ラスクさん、ここって一体どこなんですか？ここかい。ここは何もない。偏僻な街だよ。え？いや、何言うか分かったから、かぶせちゃった。余計なことするな。まあとりあえず、その偏僻で小さな町とやらに行ってみようか。ろくなとこじゃなさそう。まあ行くあてもないしね。そういえばアベル。はいはい。HP とかの表示もかなり変わってるよね。ん？ HP の表示？うわぁ、めっちゃ変わってるじゃんかこれ。いやいや、気づけよそこは。おーい。あ、なんだよ。下、よそ者がいるみたいだけど。ああ。まあほっといていいんじゃね。それもそうかー、眠てー。なあなあ、てね。何よ。これ勝手に入っちゃってもいいのかな。まあいいんじゃないかな。うわ、人がいるよ人。おい、それにしても全く人が見当たらないね。言われてみれば、この小汚そうなおじいさんしか人いないみたいだし。ちょっと鼻から小汚いとか言うなよ。すみません。全く小汚くないです。さっきの話聞いてたんかい。それにしても、この街に人が来るなんて何ヶ月ぶりだろうか。え、そんなに経つんですか？ああ、もうこの街もどんどん衰退していってしまってね。いや、わしが小汚いのが原因なのか。いやいやいや、そのこと気にしすぎだし絶対関係ないから、アベルからも何か言ってあげなよ。おじいさん。なんじゃ？お風呂に、入ろう。うおい。あんたは何がしたいの？おじいさんを精神的に追い詰めてどうするんだよ。ごめんってば。え？え？なんでまず昼間からゾンビが湧いてんの？しょうがねえ、俺の耳こぶしの詐欺にしてくれるわ。アベルパンチアベルパンチ。この街本当に終わってんな。
ふう、ゾンビ討伐、完了します。なんでやねん。いやいや、このゾンビの発生源どこ？おいじじい、どういうことだ。ちょっとアテネさん、お口が悪うございますよ。ははは、そのゾンビは昔この町にいた住人なのかもしれんな。は？何さらっと怖いこと言っちゃってんの？お、俺たちもいつか、ガタガタガタ、こんな風になっちまうんだ。ガタガタガタ、信じなくていいから。それでおじいさん、他に住人はいないの？綺麗なお姉さんとかお姉さん。そうじゃな。わしを含めて4人といったところかのう。よ、4人、それまただいぶ少ないわねー。その中に綺麗なお姉さんが含まれ。そこでお主らに、頼みがあるんじゃ。頼み？この小さな町に、住人を増やしてはくれんか。そうは言われて。そうか、引き受けてくれるのか、ありがとう。おい。住人を増やすって言っても、どうするの？そうじゃのう。うむ、クエストをどんどんこなしていってはくれんか。クエストを？それをすることによって住人が増えるの？その通りじゃ。なんか異様に使われてるような気がするんだけど。はっはっは。まあクエストは一旦置いといて、ちょっとこの街を見て回ろうか。それもそうだね。けどほんと、全く人がいないわね。全員で旅行に行っちゃったのかな。あれー、ちょっとそこの家燃えてるんですけど。何がどうなってるの？この街相当やべえな。いやいや待ってよ、あてね。もしかしたらこれ、俺たちを歓迎するためのサプライズなのでは？お前はどんだけおめでたい頭してるんだよ。サプライズのために家燃やすって相当だよ。こっちが申し訳ないよ。それもそうか。てかこれ火消さないとやばいぞ。誰も住んでなかったからいいものの、火事に気づく人がいないってやばすぎじゃない？面白ポイントだね。面白くねえよ。一体何が原因で燃えたんだろ。まさか。これかよ。はあ、この街気づいた時には滅んでそうね。ねえねえおじいさん。はいはいおじいさんだよ。ここら辺に寝床とかないんですかね？あ、それならそこに宿屋があるから泊まっていくといいよ。なんだ、結構いい街じゃない。家燃えてたけどね。とりあえず今日一晩はあそこに泊まらせてもらおうか。うんうん、そうしましょ。というか住人はいないのに宿屋はあるんだね。すみません、今日一晩泊めてもらってもいいですかね？ほう、こんなとこに客が来るとは珍しい。では、2ゴールドになります。え？え？え？お金取るの？そりゃあただってわけにはいきませんよ。そこをなんとかなりませんかね？はぁ、あ、こっちは商売でこの宿屋やってるんだよ。金がない奴は出ていけ。ポカーン、あの野郎。ここでアテネに質問です。宿屋から追い出されてしまった僕たちはこの後どうなるでしょうか？いやいや、急にそんなこと言われても困るんだけど。野宿する？ぶっつー、答えは行き場をなくすでした。知るかよ。いやいや、あの町から出ていくのは相当危険じゃない？けどあの町昼までもゾンビ湧くんだよ。確かに。あんな宿屋なんかより羊探してベッド作った方が手っ取り早い。へ？だから町の外は危険って言ったのに。これからどうするの？アベル、野宿は？結果。スケルトン討伐は？結果。死ぬ？結果。じゃあどうするんだよ。ぐぬぬぬ、そうだ、ラスクさんとこに逃げ込もう。さすがアテネ、ラスクさんにスケルトンをなすりつけてやろうって魂胆だね。人聞きの悪いこと言わないで。じゃあ思ってないの？思ってます。わわわわわ、登ってきてるんだけど。この状況で思いつくことといったら一つ。なになに？ラスクさんを盾にしてやるんじゃー。ガッハ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 ッ。クズ、アテネに言われたくないわ。あーん、どこもどいつで俺に会おうって魂胆やつは。強い、確信。ラスクさんもう一体もお願いします。クッソ、盾にしないと働かないか。じゃあラスクさんかっこいい。本当ありがとうございます。おう、また何かあったら言いに来い。この人にスケルトンなすりつけたなんて言ったら殺されちゃうな。わかる。はぁ、街の方がまだマシって感じだね。そうだねー。というかだよ、おじいさん、宿屋お金ないと泊まれなかったんだけど。そりゃそうじゃよ。え？え？どこのゲームの世界でも宿屋はタダじゃないじゃろ。確かに。めたい。あと言い忘れてたんだが、クエストの報酬でゴールドがもらえるぞ。わお、マジかよ、お金お金。ってことはクエストを進めていく必要があるのね。そういうこと。へ？どうしたの？なんかいる。黄色の匠？いや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 、これ明らかに危ないやつでしょ。スポンジかな？そんな可愛い感じのじゃないから。けどふわふわしてそうじゃなかった？わかる。よし、もう一度宿屋の人に頼んでみよう。あのお金はないんですけど、今日一日だけでも無理で。あー。